めちゃくちゃホッとしてます、はい、そうですね、まあ立ち上がりに気をつけようというのは話はしてましたけど、まあ、最初のコーナーキックで、1点取られた後、まあ、そこでやっぱ 1-0 の展開に持っていかなきゃいけないと思うし、まあ、そこから最初のセットプレーというかコーナーキックで2点目を取られて、まあ焦りは多少ありましたが、まあ、時間も残ってましたし、まあ攻撃陣が、まあ、逆転してくれたことに対して本当に感謝したいし、まあ、守備陣としては、まあ、勝ちはしましたけど反省の多い試合だったのかなとは思います。まあ、本当、まあ、今年も J2 で戦ってきて、まあサポーターの前では言いましたけど、まあ、なかなか勝てない時期だったり、まあいい時もありましたけど、まあ、最後の方とか、まあ、なかなか結果が出なくて、まあ、下からも追い上げられる中でやっぱりサポーターの皆さんの声援というのは私選手の本当に力になりましたし、感謝しても本当にしきれないと思いますし、まあ、J2 に落ちましたけど、中でこう試合やるときは、常に満員じゃないけど、まあ、そうやって、J2 を落ちたにもかかわらず、本当に支えてくれたサポーターの皆さんには感謝したいと思います。バイバイ。来年もよろしくお願いします。